どうなりますかね。A バンダイ、マジか。ランク下のポチョはネモファーストガワザゾー FMB ポチョの金チーム。対して2B はキャラじゃない画像を投げ七夕ファースト3となっております。このファースト3を見て今日の大会出るのやめようかなって言ってる人もいたくらいなんでどうキャラじゃないことをね、あのプレイヤー自身がこう上手い仕事を見せてくれればなと思います。さあ開幕オガちゃんが出てきておりまして、出てくる七夕ファーストに対してさあセミクラスター崩れてしまったら今回からダストコンボをピオらせてうまいで、わーっとこれはいやらしい。今さブリッツしたいんだろうと4ばかりのイエローロマンキャンセルを使っての起き上がりをずらす。さあこちらもエースロマンキャンを使ってからのレレレで距離を離すことに成功しました。体力かなり減らされていまして今回遠距離戦はあるファーストがね優位に進めることができないんですね、影たまりのせいで。なので前に出ないといけませんでした。挟まった状態でダウンを食らって日本選手は大川佐藤、これ影たまりから出てきて画面足ああいうちでダメージを奪っていく。今回ピオリもありますって慎重に行かないといけないんですけども、慎重に行くとエディゲージが回復します。今度は表からの召喚、表とこの影たまりのこの読み合い、エディエージに内野に何とかしたいところ、足は残りてること、ああトントリが失敗、しかしキーパー育ってガンダッシュ画面足ショットを見せてデッパングル分身を消したい、うまいイエローロマン。今回ですね分身がハンマーホールを殴った時はロマンキャン扱いになりまして、ね、イエローロマンになるんで分身を消してその隙をイエローロマンという感じだったんですけども、今回ノービルヒットでした。勝ったのは小川佐藤。君は私を倒すべきだ。まあなんでね、ハンマーホールとかにこうイエローロマンキャンとかガードポイントとかそういうこのザットの分身とかきっとあいだからそっか相手キャラ依存だから多分そうなのかな、イエローになるっぽいです。そして出てくるのはナイスミドル加藤くん。この間の8号の脳試合では五分と言っておりましたが、大会でそれを見せることできるか。物を投げたら普通に拾われて大会半分。さあエース遠距離戦、もう逃げないといけませんかね、ファースト側はこちらの、あーっと捕まった。まあ、今回アップデートが入りましてバーストがファーストに当たるようになったみたい、ファーストじゃないザットに当たるようになったみたいですね。前までは分身が消えてました。じゃあはいエースから足払いオフスメ回るゲーダウン回ってマイケヒットロマンキャン使ってたの、そういうのもあるのか、これはやばい。中央の見えません、見えませんというかあれは無理です、ガフです。すごいですね、ブリッツしたいなってところをこうイエローロマンを使うことによってこう無理やりガーフ成功させていきます。てかロマンキャン前で最後食らっても安心だけじゃないんですね、ゲージガルが。さあヒットからギャラリー K ハイ D と決めてもう一度ジャンピー、エディゲージはもう少しで回復しそうですが画像ファースト攻める画面足、このまま起き上がらずに殺したいところでしたが愛を使ってまずは分身壊すことに成功しましたが、デッドアングル苦しむ。さあドリブからの2点ヒット画面足、さあセットプレー持ってきたいところ爆弾ができるが美味しい、ああ逃げ返したダメージを取りたかったが、うわあモルファース、これは無理だ。勝ったのはザート君は私を倒すべきだ、私が勝つということはこれが…いやしかしこのレベルで動かせるエディというかザトウというかなかなかないと思うんだよね。ファースト相手にすごいと思います、この3日間と立てておきながらもこのキャラ強いなと私は思うわけでした。次は私を倒すべきだ。てんてんてん。中二中二じゃない。さあまさかのイーシャスリー、もう対象となってしまいました。ザトゥ vs バウ。543戦501勝です。
Heaven or Hell Duel 1。さあ頑張れ村長と、ああいう展開になってまいりましたが、これを倒すところで先行すれば押田さんと根川さんどっちが先行となります。あ、エリーはオイル関係ない、燃えている、バースト使って体操ドリル、グヤッシュー、ダウンしたな。これ顎を砕いて死にましたが、エリーも大きすぎだろ。あ、みんなで一緒に高いトイレ頑張ろう。あ、これ赤いやつ、なんとか金みたいなやつ。さあ画面足ネスト入りからニエスニエスケーからまずい。あー出た、村長フェイス、昨夜フェイスの時代は終わりか。ダイアンのボビーフィット、ジャンディ悲しい。あー、この愛をね、分身じゃね、分身エリーを守る、この動き悲しい。まだヘリーもあれね、続いてるんでしょうか。ボビル、さあエリーの顔が怖い、下で待ってる、分身もセット、逃げヒット、これ画面足に連行、そしてオフセミは物投げて逃げヒット、下段です。さあハイスラから、これはイエローロマンを使って、これはもうファーストが読んでいたんですけども、動作が遅くされてしまっていたので、どうしても食らっちゃいましたね、しょうがない。そして後ろが出てくる、ジャイアンツヒット、下にはまだエリーが待ち構えてる、空中ガード不毛なので、つらいつらい、どっち F のディグ、あーと、渾身の立ち剣を IP、読み勝ち、最終ラウンド、さあ、そのまま決勝、ストレートなるか、ジャンディ、おっと、ドリルヒット、マイハイスラー、そしてこの投げでガーフレッケといきたいか、どうなんだ、これ、いいハイスラー、伸びるから、ダメージ取るか。うわ、もうそこにいた、はい、そこに連想してそこにエリーがいる、完全にこう新ワークって感じですよね、こう本当に完璧です、この全身の扱い、伸びるヒット、さあちょっと辛い、この距離今一球を通したか、出したいすら、さあ端バースト、上に行っちゃったが大丈夫か、これ対空がある、イエローロマンを使って上から来たか、ドービール下で待つ、猛獣が下で口を開けて待っているというね、そういう恐ろしい状態でした。やはりドービールが空中ガード踏むのは辛いですね。勝ったのは矢沢とになりまして決勝進出となります。君は私を倒すべき、あそこ で FBO 室が欲しい、 FBO レベルが欲しいなって思っちゃうのはね、ちょっと PR 安いやりすぎだからなんでしょうね。はい、じゃあ決勝戦になりました。さあ、どっちが違いがありました、シャドウ先生のチームと FBB さんのチーム、敗者復活から勝ち上がってきたシャドウ先生のチームと、決勝戦となります。これが最後の試合となりますので、よろしくお願いいたします。実況しろよ。 Guilty Gear Exile